3連休中の方も多いと思いますが、薩摩大隅地方では明日から明後日にかけて大雨の恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水などに注意が必要です。東シナ海に伸びる前線が九州南部付近まで南下し、停滞する影響で薩摩大墨、大隅種ヶ島、子島屋、久島地方では大気の状態が非常に不安定になる見込みです。 薩摩大隅地方では、明日の未明から明後日にかけて局地的に雷を伴った激しい雨が降り、大雨になる恐れがあります。明日予想される1時間の降水量は多いところで、薩摩地方、大隅、地方ともに40ミリとなっています。また、明日の午後6時までに予想される24時間の雨の量は多いところで150ミリとなっています。 竜巻大隅地方では明日の昼前から明後日にかけ土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意が必要です。また落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。